ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャービラさん、2022年4月2日第9回放送を迎えました。ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャーミラーさーい。この番組は2人組ユニットダブルフェイスの三振ボーカル担当の A ちゃんと一期一会コーラス担当のマーサーがお送りいたします。普段の活動は皆様に馴染みのある沖縄ポップスや琉球民謡を中心にオリジナル楽曲を織り交ぜながらライブ中心の演奏活動を行っています。最近ではワンセブンライブという配信アプリで世界中の人々に沖縄の音楽を届ける活動も行っています。この番組ではつながるつながろうをコンセプトにリスナーさんとメッセージ投稿コメントでつながり、メインコーナーでは沖縄県内でさまざまな分野で活躍する方を週替わりでゲストに招き、ラジオをお聞きのリスナーさんともつながって大きなゆいまーるの輪を広げていこうという番組でございます。タイトルにありますライバージャパンって何と思われる方がいると思いますので紹介させてください。ライブ配信を通じて豊かな自由人を生み出し続けるを理念とし、配信内だけでなく実社会でもつながる価値提供を目指しているライバー事務所でございます。今では僕たちの仲間が8000人を超えたそうです。すごい。この番組では事務所の垣根を越えて沖縄県出身や沖縄県在住などの素晴らしいワンセブンライバーさんもご紹介できたらと思います。番組ではメッセージを募集しています。ゲストへの質問はもちろん、週替わりのお題に沿ったテーマやあなたの身近に起こった些細な出来事、我々に聞いてみたいことなど気軽にお寄せください。メッセージは797@fmginowan.com、 もしくは我々のインスタアカウントの DM、 すべて小文字で wfacee.3415と検索してお送りください。我々が配信をしているワンセブンライブでもこのラジオがお楽しみいただけます。この番組の生放送はもちろん収録でも配信を行っています。このワンセブンライブとはライブ配信を通じて世界中の人たちとつながり仲良くなれるライブ配信アプリです。ライバーと呼ばれる配信者にコメントやギフトアイテムを送ってあなたの応援の形を配信者に直接届けられるのが魅力のアプリです。ワンセブンライブの検索ページでダブルフェイス沖縄と打ち込めば我々のアカウントページに飛ぶことができます。この番組の生放送はもちろん収録の際も配信を行っていますので、ぜひぜひご覧ください。この放送はリッスンラジオ、リスラジ、またはスマホアプリマイチューナーラジオから全国どこにいてもこの放送を聞くことができます。また FM ギノワンには YouTube チャンネルがあります。生放送の際は放送の様子を映像で見ることができます。リアルタイムで聞き逃した方は後日音声のみとなりますが、放送をお楽しみいただくことができますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではこの後夜7時までお付き合いよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい。やってる。牛角宜野湾店好評営業中。子供から高齢者、障害のあるなしに関わらず、地域のみんながつながり、安心して暮らせる地域になりたい。宜野湾市社会福祉協議会では、あなたの困っていることや不安なことをみんなで考え、話し合い、つながり、見守っていく地域支え合い活動委員会、そして中学校区エリアの協議体があります。みんなが支え合える地域づくりを一緒に取り組んでみませんか？生活に困っていることや地域づくりに興味がある人など、お気軽にお電話ください。892-6525、宜野湾市社会福祉協議会。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640、 ぐすくまタウンビジョンまで。ダブルフェイスのチャービラ祭をお届けしています。早速ですが、このコーナー、ダブルフェイスとユンタク足場。このコーナーでは毎週テーマを決めて、そのお題に沿った投稿を紹介するコーナーとなっております。メッセージは797@fmginowan.com、 または我々のインスタアカウントの DM、 すべて小文字で w_face.3415 と検索してお送りください。さあ早速ですね、今週のテーマなんですけども、はい、ついやってしまう癖、うん、癖ね、ということで、はい、お題を決めてきましたけども、メッセージいただいております。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速読みましょう。埼玉の郷さんからでございます。ダブルフェイスのヘイターニーニーマーサー、そしてダブルフェイスを応援している皆様、こんばんは。こんばんは。名を名乗るほどでものではありませんが、埼玉の郷です。郷さん、ありがとうございます。郷さん、着々と収録配信を伸ばしております。さて、テーマのついやってしまう癖、いい癖だと思うんですが、車を運転する時の癖、家族や友達を乗せる際、出発する時に動くよって言ってしまいますね、うん、これ長男が生まれてからなんです、うん、なぜかそこから言う癖がつきました。今日はこんなところで、ではでは、ラジオ楽しみにしています。チバリオダブルフェイス。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わかるね、車を運転するときに動くよって言いますか？言う？まあさ、自分は言わないけど、うん、あ、でも子供たち乗ってると、うん、動くよって言うかもしれない。閉めるよは聞く。閉めるよ聞くし、言う閉めるよ、そうかそうか、動くよ、あ、僕も言うかな、動くよ、うん、あ、ちゃんと座って的な意味を込めてね。そうそうそう、言うかもしれない。うん、うん、やっぱね、子供たちが多いと、うん、動くよってついつい言ってしまうかもしれない。あ、非常に共感できる。分かる分かる、うん、郷さん分かる、この気持ち。あと、なんか助手席、うんうん、に乗って誰かが運転しているとき、うん、なんかなんていうんですか、道路に出ようとするとき、こう、うん、左の方から車が来る、右ね、左右確認するじゃないですか、はい、で、左オーライとか言いません？言う？
あ、うん、左 OK とか、あ、助手席乗ってるそうそう乗って、乗ってる時、なんでか知らんけど左 OK とか、うんうん、なんか教えてあげる。それもそうね、お互いが右左ね、うん、見てたら、そう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 、そういうのもあるよね、うん、確実だもんね、うん、これまあありがたい、うん、ありがたい癖だと思うんですけど、これもね、うんうん、一つの癖で、いや、いい癖だと思いますよ、郷さん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続きまして、うん、ダブルフェイスのエイタニー、まさにスタッフの皆様、いつもウキウキなラジオをありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマの癖が強い、あ、ついついやってしまう癖ですが、うん、なかなか思い浮かばなかったんですが、はい、自分で直さなきゃなって思う癖を紹介します。はい、お願いします。私は昔から一言多い癖があります、うん、そのため相手を傷つけたり不快に思わせてしまっていることが多いため直していきたい癖です、うん、はい、少しも面白い癖ではないですが、うん、正直にこのことを見つめていきたいと思っています。笑って許してね、うん、では楽しいラジオ聞かせてもらいます。タチンさんより、あ、タチンさんありがとうございます。ありがとうございます。わかるよ、これもわかる、うん、何、あの一言多い、あー、わかる気がする。なんかちょっと知らない、自分ではね、うん、そう思ってなくてもちょっと、あ、傷つけてしまったっていう、なんか、うんうん、後からね、あ、なんで言ってしまったんだろうだろうっていうのとかありますもんね。あるあるある、わかる気がする、これ、うん、わかる。いや、タチンさん、これもね、多分みんなそうだと思いますよ。うんうんうん、これは、ね、うん、あの今この瞬間だけしか思ってないこと、うん、なんかポロって出たり、そうそうそう、なんかついついポロって本音が出ちゃう時ってあるじゃないですかね、うん、ちょっと考えて言わないといけなかった場面、うん、なのに、そうそうそう、やっぱね、難しいよね、難しいね、言葉って難しいんですよ。けど我々も、うん、あのワンセブンやるようになって、うん、その辺めちゃくちゃちょっと考えるようになったよね。そうなんですよ、うん、だからすぐにはね、ポロッと言いたいけど、それを我慢してね、うんうん、一回一度こう考えて、うんうん、言うようにはしてますね。それがね、配信ではね、うん、配信以外でも結構鍛えられた、うん、あ、役立ちます、これはね、役立ってるんじゃん。役立ってる役立ってる、うん、ちょっとうかつにちょっとこれは言えない、言えないなっていうの、ちょっと考えさせてねって言える、そうそうそう、勇気がもらったっていうかね、うん、なのでだいぶ鍛えられてる僕たちもこのワンセブンでね。そうだね、うん、結構いい経験できてますよ、うんうんうん、タチさんありがとうございます。ありがとうございます、うん、でちなみにね、マーサー、はいはい、マーサーの、うん、このついやってしまう癖っていうのある？ついやってしまう癖ね、うん、いっぱいあるはず、いっぱいある、いっぱいあるはずなのに、うん、今思い浮かばない。わかるよ、わかるわかる。何か一つでも何かある？これは、まあ、今の話ではないんだけど、うん、このちょっと考えるとき、うん、腕組みがち。あ、なるほど、こう腕を組んで、組んだり、配信してるんですけど、うん、配信してる、なんか自分がこういう姿をよく見ていると思う。こういう、なるほど、あの 腕を組んでる。2つじゃなくて、なんか、うん、こんなやつ。うん、説明して、これ、ラジオの皆さんに説明して、これ、こんなやつ難しいな、これ難しいな、考える像の手に似てる。そうそう、そんなやつ。やっちゃうな、無意識で。でも、うん、それ多分なんか安心感とかね、そういう感じでしょうね。こういうポーズというか、うんうん、こうすればちょっと自分に安心をかけてるみたいな、うん、心理学的、ね、そう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 、そういうの不安をね、うんうん、っていうのがあるからやってしまうのかなっていうのもありますよね、多分これを。あると思う、うん、わかるよ、わかるわかる。なるほど、これが癖、うん、かな。エテニーは？僕はね、癖だらけで、うん、確かに、うん、もうしょっちゅうね、マーサーから直さないマーサーこれ、マーサーにしょっちゅうこれ癖になってるよ、エテニーって言われるのが多いんですけど、まあ普段の
その生活でね、これは毎日やってるなっていうのがありまして、耳かきが大好きなんですよ。あ耳かきはい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 、なんかですね、朝起きて、うん、顔とかこう歯磨くじゃないですか。その後必ず耳かき探すんですよ。おなぜか知らんけど、うん、しかもその耳かきの、うん、綿棒の種類は何？あうん、あの綿棒じゃなく耳かき。あマジ？うん、あの綿棒にこだわってんかった。あ昔はね綿棒大好きだったんだけど、ある番組で綿棒があまり良くないっていうのを聞いて、へで、うん、っていうのもただ耳がこう痒いわけでもないよ、はい、痒いわけでもないんだけど、耳にちょっとあの耳かきこうこしょこしょするだけでちょっと落ち着くというか、だから常にあのテレビの前というかこのテーブルの上には耳かきが置かれてて、でつい癖でこう耳かきを手に取って、さっきも書いたのにほじほじしたのにまた取ってほじほじしてしまうっていう癖。ああああなんかね耳かき大好きなんですよ。ただなんていうんですか、こう汚れとかはもちろんない、うん、ないんですけど、ただ耳をこう軽く触ってるだけで気持ちがいいというか。わからないよね、多分わからないよね、全然わからん、わからないよね。そう大好きですね耳かき、でそういう癖があります。これエイタニーの癖だけで、うん、このコーナーまるまるいけるぞ。まだ出てくるよ。あいけるね、いけるね。本当に、いやでもね皆さんね、たくさんね、まあ探そうと思ったらたくさんあると思いますけど、皆さんもねぜひね癖にはちょっと気をつけて、はい、うん、いきたいと思いますけども、はい、続きまして、うん、南さんから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ハイタイです。お題の癖ですが、鼻を噛んだ後必ず出た汚いものを見てしまうのよね。あわかります。わ、うん、かるわ。うん。わかります。常にではないんだけど、うん、この体調悪い時とか、うん、風邪ひいてるなっていう時に、うん、あの鼻水に現れるのが黄色いだったり色がついた。わかるわかる。うんうんうん。そういう時はあの自己管理のために、うん、見たりしてる。なるほど、体調管理。例えばこう、ね、青っぱなだったりとか黄色だったりとかっていうのを体調、あ確かにそれはあるよね、うん、あのやっぱ体調悪いと色ついちゃうもんね、うんうんうん、それで判断するっていうのはやっぱありますね、それはね。いやでもこれ南さん言ってること分かりますよこれ、うんうんうん、みんなそうじゃないですかね多分ね、きっとね、そうね、うん、けど南さんの場合は、うん、毎回見てしまうってことかな。そういうことですかね、うん、癖なんだ。癖なんですね。ありますよね、こう、わかります、わかりますよ、うんうん、ちょくちょくね、こういうのってありますよね。あるあるある、うん、南さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、今日もたくさんの、あ、まだ、あ、ありがとうございます、はい、まだあります。おー、ありがとうございます。はい、はい、続きまして紹介、はい、お願いします。なんと、うん、FM 那覇で、はい、兄弟番組を行っている、うん、れんちゃん。いやー、れんちゃん、ありがとう。南さんとれんちゃんの番組担当してます、うんうん、れんちゃんから、はい、ますね、はい、ダブルフェイスのエイタ兄ちゃん、マサ兄ちゃん、はい、リスナーの皆様、ハイタイ、ハイサイ、初めてメッセージ送ります。わー、なんか新鮮な気持ちいい。あー、いいね、いいね、ありがとうございます、うん、ついやってしまう癖、はい、私は自宅で仕事をしているのですが、うん、つい椅子の上に足を上げてしまいます。おう、女子として乙女としてどうかは思いますが、うん、下に足を下ろしているのがなぜか辛くて、おうおうおう、うん、でもその椅子が硬いので足がしびれたり腰痛になったりで困りますね。ワーキングチェアの上等なやつが欲しいです、うん、そしてもう一つ、はい、最近自分たちの番組でどうしてもやってしまう癖があります、はい、
自分で聞き返してもクスクス笑ってしまいます、うん、なぜか原稿を呼ぶ時の声がドラモンになってしまうんです新しい方のね、はい、はい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 、この番組はと言い出す時の声は笑ってしまうくらいドラモンです、うん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 、意識し始めて、うん、さらに意識するようになってしまって癖になってしまいました、うん、もう少し乙女になりたいです。レンチのより、あ、ありがとう、推進いつも応援してます、これからもよろしくねということで、あれちゃんありがとうございます。レンちゃんありがとう、わかる、あ、わかるドラえもんなっとるわレンドラえもんに聞こえる。我々もですね、うん、あの17この17アプリで、うん、このレンちゃんなんかのラジオの様子を、まあ、見学というか、はいはい、見るんですよ。聞いてますよね、うん、声優かなって思うぐらいドラえもん、うん、あ、言っちゃった濁してたのに、さっきから言ってたよいや本当に、ね、あの本人は意識してないでしょうね多分ね。でしょうね、うん、だけど聞いたらあれなんか似てるって、そこから意識し始めてだんだんそっちに寄っていっちゃったのかな、うん、なんか うん、より磨きがかかってきてる最近も収録放送だったよね、うん、そういえばそうだね、そうだね、よりどうだったのかな、よりドラモンになっちゃったのかな。いい感じ、いい感じ、いい感じもうそれに寄せていった方がいいねもうね一つの楽しみになるかもしれないね。そうだね、これもね。あ、そっかそっか。であと何？腰？あ、足？そうそう、冒頭のね、うん、お仕事、座りっぱなし、はいはいはい、デスクワークですからちょっと足が痛むんでしょうね、うんうん、同じ体勢ってやっぱりきつい、うん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 、きついさね。だから、はい、うん、あの僕もねずっと椅子に座ってることはあんまりできないんですよ。できないわけさ、あ、できなそう、そうできないわけ、あのっていうのもあの腰もね、うん、ちょっとあの痛くなったり、うんうん、そう足もねむくんだりするから、やっぱ1時間おきぐらいは少し立ってちょっとリフレッシュしてまた座るってしないと、うんうん、やっぱ持たない。うーん、まあさあいける全然大丈夫なの？いけるいける、あ、ずっと座っていける、うん、仕事でイラストレーター触ってる時なんてもう 3,4 時間ぶっ続けとか、うんうんうん、全然大丈夫。あ、全然大丈夫なんだ、うん、足も大丈夫？全然大丈夫。足は大丈夫だけど腰だね、やっぱりやっぱ椅子が悪いのかな、やっぱ、うん、そうだ、レンちゃんもそうだけど、こうなんかあのいい椅子をね、椅子に座れば多分大丈夫なのかな。自分は姿勢だと思ってるけど、ね、あ、姿勢は大事だと思う。ピンと伸ばして、ピンと張って、ピンって伸ばすではない、普通、普通にリラックスしてる状態、その普通の地点で悪いんでしょうね、うん、そういう、そうかもしれない、もともと歪んでるのかな、かもしれない、うん、僕は多分歪んでると思うんで、うん、うん、だから持たない。レンちゃん言ってること分かる、うん、うん、そうだね、足を上げてしまったりも、そうだね、そうしないとやっぱ持たないもんね、うん、でもまあ癖というよりはなんかそうしないとちょっと持たないというか、うんうんうん、そういう感じかな。なるほど、レンちゃんありがとうございます。そっかそっか、まあ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 、たくさんのね癖、はい、ありますけども、まあ、僕もさっき紹介した耳かきもそうですけど、うんうん、他にマサある？マサの癖でもうこれ、これはもうなんだろうな、大きな癖だなっていうの。ワンセブンライブのリスナーさんの方が詳しいかもしれない。あ、よく見てるからね。うん。なんだろう。マサの癖。あ、でも俺もずっとマサといるけど、マサの癖ってあんまないよね。あ、そう。本当。うんうん。あんまないんじゃないかなって思うけど、うん、いつもそばにいるけどね、うん、僕の方が多すぎてねマーサーから注意されるというか言われることが多いんだけど、ね、うん、この間も収録配信でっていうのが多かったから、マーサーが今日も多かったよっていうね指摘があって、
あーそうか、これやっぱ本人ではわからないねっていう話になってて、やっぱ収録聞くと、うん、あ、本当だ、ってたくさん入ってるって、なんかちょっと恥ずかしかったもん。あだからそれからやっぱり言われて直すっていう、うんうんうん、やっぱ気づかないことって多いので、ね、やっぱね、誰か言ってくれないと気づかないこともありますので、うんうん、皆さんなんか周りにね、その人の癖、これ癖だなって思うものはちょっと本人に勇気を持って言ってみてもいいかもしれない。う、ね、うん、ああなるほどね、うん、まあ、なるほどと言いましたのは、はい、ワンセブンライブのコメントをですね、うん、僕の癖、目線動いちゃうとか、うん、多分無ぬ歓迎してる時から、マーサーの癖、うん、うん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 、ああワンセブンでこうライブ配信している時のマーサーの癖が、目がうろちょろうろちょろというか動いてるっていう、うん、キョロキョロしてるっていうのが癖ってことかな、この考えてる時かな、うん、なるほど、うん、言われてみれば確かに、うーん、う、ね、まあいろいろ考えてるんでしょうね、うん、まあ、うん、あとは、うん、今のは、まあ、ラキシルさんなんですけど、はい、ルミルミさんから、うん、洋服の袖を上げる動作、あ、はいはいはい、そうなんだろよく見てますね、やっぱりすごいね、すごいねあれ、よくこう上げる癖、よく見てる、ありがとうございます。いやほんとね、こういうのやっぱリスナーさんが気づいてること多いですね、うん、おいおい、僕たちが知らないことたくさん皆さん知ってると思うので、またね、何か癖ありましたら僕たちに教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今日もね、たくさんの、はい、メッセージありがとうございます。そして来週のテーマなんですけども、お、はい、もう決めましょう。そう、そうです、決めましょう、うん、来週のテーマ決めたいと思います。ここで発表しましょうね。来週のテーマ、コンビニでつい買ってしまうもの。おお、はい、いいねいいねいいね。そうです、コンビニでつい買ってしまうものをテーマにしましょうね。はいはい、ということで、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ダブルフェイスとユンタクアシマのコーナーでした。宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。おいしい。ラーメン食べるか？ライス食べたい。おいしい、やってる。牛角宜野湾店、好評営業中。子供から高齢者、障害のあるなしに関わらず、地域のみんながつながり、安心して暮らせる地域になりたい。宜野湾市社会福祉協議会では、あなたの困っていることや不安なことをみんなで考え、話し合い、つながり、見守っていく地域支え合い活動委員会、そして中学校区エリアの協議体があります。みんなが支え合える地域づくりを一緒に取り組んでみませんか？生活に困っていることや地域づくりに興味がある人など、お気軽にお電話ください。 892-6525、 宜野湾市社会福祉協議会。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640、 ぐすくまタウンビジョンまで。ダブルフェイスのチャービラ祭をお届けしています。続いてはこのコーナー、ダブルフェイスのアマハイクマハイチャービラ祭。
このコーナーでは素敵なゲストにさまざまなお話を根掘り葉掘り聞いて、その方の魅力を引き出すコーナーとなっております。本日のゲストをご紹介いたします。おむつケーキ&雑貨のお店マカナのオーナー宮城静香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは静香さん、簡単に自己紹介お願いいたします。はい、こんにちは。宜野湾市が猫でおむつケーキ&雑貨のお店マカナを経営しております、宮城静香と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おむつケーキ、うん、はい、雑貨のおむつケーキ&雑貨のお店。はい、そうです。何でも手に入るお店です。何でも手に入るお店。おいいじゃないですか、すごい、はい、このおむつケーキって、あ、はい、何ですか。出産祝いでよく選ばれる、お買い求めいただけるんですけど、うん、はい、お子さんが身につけるパンパスがあるじゃないですか、はいはい、あちらでなんかケーキの風にデコレーションして、うん、プレゼントとなっております。なるほど、はい、ケーキのようにと言いますと、ウェディングケーキみたいに、あ、なんかそう、そうです、なんかおしゃれにお花つけたり、あ、そうです、3段だったり1段だったり2段だったり、いろんなサイズがあって、かわいいですね。かわいいです。あ、なるほど、赤ちゃん、赤ちゃんのおむつですかね。そうです、そうです、はい、はい、出産祝いだったり、あとは1歳のお誕生日だったり、はい、そうです。なるほど、はい、あ、何でも何でもある雑貨屋さん。何でもあります。おむつケーキ&雑貨屋さん。マカナ、マカナという名前ですね。はい、これもなんか意味があってつけました。はい、マカナは、ハワイ語で贈り物っていう意味があって、はい、マカナのロゴが人形、マーメイド、はい、マーメイドのロゴを書いたんですけど、うん、そのマーメイドちゃんが手に瓶を持ってて、うん、その瓶になんかいろんな沖縄の素敵なものを詰め込んでいろんなところに届けるよっていう意味を込めてマカナっていう名前をつけました。うーん、なるほど、はい、かわいい、なんか素敵ですね。素敵、ありがとうございます。マカナか、はい、静香さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですね、質問をいくつか、はい、お願いしたいと思いますけども、はい、一つ目、この職業を選んだきっかけ、はい、お願いします。で、私ちょっと離婚してて、はい、元旦那さんがお店をしてたんですね、はい、でそこの一角でこの手作りのおむつケーキを販売したことで、なんか楽しいな、自分でもやってみたいなと思ってお店をスタートしました。あ、もともとは、はい、保育士をしてて、そう、全然違う、はい、そうなんです、保育士をしてて、うん、お店をするなんて思ってもいなかったんですけど、旦那さんと、元旦那さんと一緒にやってたらちょっと楽しくて、はい、あ、自分でやろうってなって今になります。今に至ります。自分で店を、はい、そうです、出そうと思ったんですね、はいはい、すごいですね、はい、ね、元は保育士で、あ、もうじゃあ子供が好き、あ、大好きです、大好きですね、はい、そうなんです。あ、なるほど、なので、それでおむつケーキっていう、この子供たちとも関わりたいなっていう思いも込めて、はい、子供服だったり子供向けのグッズを取り扱ってます。あ、なるほど、はい、で大人服もあるし、あ、大人服も、はい、あ、大人服もあります、あります、はい、な、あ、やっぱり何でもあるんですね。何でもあります。ちょっと男性向けがちょっと弱いんですけど、今はそこが課題です。なるほど、なるほど。わかります、わかります。はい、なんか、男性の方ってお客様でやっぱり少ないですか？どうですか？最近増えてきてるんですよ。増えてます？そう、うん、そうなんです。私の目標っていうか、男性でも入ってもらえるようなお店にしたくて、うん、なんか一人でも彼女だったり奥さんだったりに、はい、キャンドル買いに来てもらったりっていうのをしてほしいなって思いがあって、でそれでいろんな商品展開も考えてるので少しずつ増えてきてます、うん、まあそうなんですね。一人で、はい、ふらーっと入ってきてくださる方だったり、あ、じゃあ僕たちでも一人でもこう、あ、もちろんもちろん、もちきっときっとでも、ね、緊張しますって言われ、言われ、あの、何を、すいませんってみんな入ってきますね。なるほど、なるほど。でもね、なんか男性用のね、いろんなグッズとか、うんうん、グッズっていうかね、はい、そういう商品も置いていただけたらね、はい、男性ももっと増えると思うので、頑張ります。今後何か、はい、男性用のものを置いていただけたら、はい、ね、皆さん男性の方もね入りやすいと思うので、はい、ぜひこれを目標に分かりました、はい、頑張っていただけたらと思います、はいはい、ちょっとおむつケーキなんですけど、はい、これ注文受けてから
そうです。作るんですよ。前までは店頭にたくさん並べてたんですけど、はい、今ちょっとコロナの影響っていうのもあって作り置きっていうのがちょっと気になるので、うんうん、オーダーを受けて作る形になっていて、でサイズだったり、はい、今、メーカーさんは決めているんですけども、はい、お子様の体質とかで合う合わないとかもあるので、うん、このメーカーで作ってほしいとかこのサイズでやってほしいっていうのも相談受けてます。おー、はい、そっか、肌に合う合わないって、ね、 はい、あるんですよ。おむつありますもんね、はい、そっかそっか。パンパースっていうのもメーカーの名前ですもんね。あ、そうなんですけど、でも沖縄の方はパンパースがそうなんですよ。沖縄の方はみんなみんなパンパース神尾のことをパンパース統一してるんですね。そうよくわかりますね。すごい。そうなんですよ。すごい。そうそう、なんていうんですかね、ティッシュがあるじゃないですか、うん、ティッシュも昔はスコッティスコッティ、わかります。スコッティもメーカーあるんだ。そうですよね。そんな感じでスコッティ、みんなスコッティって言いますからね。まあ今は言わないですけど、はい、そんな感覚ですよね。そんな感覚です。パンパスね、はい、うん、紙おむつでやっぱある合う合わないありますからね。はい、ね、お子様によってね、うん、漏れやすいとかですよね。体の作りも皆さんそれぞれなので、そういう注文を受けて、はい、でそれに合ったケーキだったの、はい、この紙おむつで作った、はい、予算内で、予算内で、はい、いいですね。これ、うん、おむつをいろいろ丸めたりとかするじゃないですか、はい、この保育士の経験があって、はい、ティーグマ思わず方言が出てきたんですけど、もともとそういうのは得意だったんですか？もともと作るのは大嫌いだったんですけど、でもこの保育の専門学校に通ってる3年間で作ることの楽しさっていうのを知って、そうです、はい、今はもう大好きになりました。それでお店も開くようになって、はい、そうです、はい、うん、すごいな。そうですね、すごいですね。元保育士ですね。あ、はい、そうです。で、そこから何もね、作らない状態から楽しくなってこれを見せる人ってすごくないですか？おむつ系の話題ばっかりなんですけど、他にはこの雑貨も、そうです、キャンドルだったり、やっぱ今はおうち時間が増えてるので、はい、ちょっと香り系に力を入れようと思って、うん、キャンドル、このトモスキャンドルだったり、はい、あとはこのアロマスプレーだったりっていう、香り系も置いております。はい、あとはお家のインテリア、ドライフラワーだったり、はい、このドライフラワーを置くようなこのなんていうの、花瓶っていうんですか、フラワーベースとか、そういうお家インテリアももっと力入れようと思ってて、はい、なるほど。やっぱ今洋服とかカバンっていうよりもお家アイテムがすごく出るので、うん、そう、はい、そっか、そうなんです。そうですよね、はい、お家にいる時間がめちゃくちゃ今増えてるじゃないですか、前に比べると。そういういろんな雑貨も置かれている、はい、ということですね、はい、それも全部手作り？そうだ、14名の作家様がいらして、はいはい、でそれとは別、この作家さんはアロマスプレーだったり、うん、キャンドルだったり、手作りのこのスタイ、よだれかけ、赤ちゃんが使うよだれかけだったりをお作りしてるんですけど、はい、私は海外からの仕入れ、このセレクトしたアイテムをございます。じゃあたくさんいろんな種類があって、はい、多くてよだれかけも、そう、ああいうよだれかけは、はい、作家さんが作ってます。あ、はい、すごいいいですね、はい、なるほど。ちょっとね、いろいろな雑貨が豊富にありそうなんですけども、はい、なんかこれが一番人気ですっていうのってあります？全部人気なんですけど。全部人気ですか？すごい、うん、出産祝いで来てくださる方も多いんですけど、うん、やっぱこうお子様向けはもちろん人気なんですけど、はい、お子様向けと同じくらい人気なのがやっぱり香りです。スプレー、アロマスプレーだったりとか、うんうん、はいはい、やっぱりもう結構この制限が今多いじゃないですか、うん、このいろんなコロナだったり で、はい、でそれでなんかちょっとこの香りで気持ちを切り替えようって方がすごい多いんだなと思って、はいはい、今一番スプレー系、香り系が結構出ます。なるほど、はい、スプレーって何ですか？スプレーってシュッシュって、シュッシュってあの香りは、あ、そうです、そうです、うん、そうです、ルームスプレーとかです。あ、そうです。あとはサシェって言って、灯さなくても香る、うん、キャ
キャンドルがあるんですよ。ちょっと お花がついてたりして、ドアノブにかけたりとか、クローゼットにかけたりするだけで、はい、あのキャンドルって言ったら結構あの初めての方って怖がるんですよ。 家が燃えるんじゃないかとか。そうですよね。そうそうそう。なので初めての方でも楽しめるサシェっていうのもすごい贈り物に人気で、すごいちっちゃいんですけど、ちっちゃいんですけど、すごいいい香りが漂うので、はい、こちらも贈り物で人気です。なるほど、はい、じゃあこちらもね、皆さんぜひ買っていただいて、よろしくお願いします、ね、人気商品なので、うん、はい、家中が爽やかになります。そうなんです、はい、あ、いいですね、本当に、はい、うん、でここでですね、はい、次のご質問に移らせてください。はい、仕事中にやりがいを感じる瞬間をお願いします。はい、お客様がこの買い物しながら可愛いって言ってる声を聞いたりだとか、あとはなんだ、今マスクして顔は全体は見えないんですけど、はい、マスク越しでもなんかすごい素敵な表情をしてるんだなっていうのが目に見えたり、はい、あとはあのまかなさんのギフトをあの友達にプレゼントしたらすごい喜んでもらえたよっていう声がを聞いて、うん、私も毎日頑張ろうってすごい元気をもらっています。なるほど、はい、やっぱいいですね、はい、嬉しい言葉だね。はい、そうです、とっても、はい、ありがたいです。まかなさんのね、あのプレゼントあげて喜んでたよっていう顔を見るとね、そう、すごい嬉しいです。あ、よかった、嬉しい、またちょっとどんどんいろんな作品も作ってどんどん勉強したいってなりますもんね。そうなります、めちゃくちゃなります。いや、そうですね、その瞬間がやっぱりやりがいを感じる。はい、なるほど、はい、素敵ですね、いいですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ここでですね、はい、この曲をリクエストゲストさんにいつもいただいてましてですね、はい、何か今までの人生で、はい、あ、これいいなと思った曲、はい、お願いします。はい、ケツメイシさんの Life is Beautiful って曲なんですけど、はい、多分10年以上前に出会って、すごい、なんだろう、人生っていろいろあるけど素晴らしいよねみたいな感じの曲なんですよ、はい、なので今でも毎日聴くし、特になんか苦しい時とか、はい、ちょっと頑張ろう、切り替えようって思う時には必ず聴いている一曲です。う、はい、こう出会ったきっかけ、もともとケツメイシさんがすごい好きで、もうアルバム買ってたりって、はい、ずっと聴いてたので、うんうん、であとは友達にもやっぱ勧められたり、あとは店内よくどこ行っても流れてたので、はい、あ、歌詞に惹かれてもっと聴いてみようってなりました。はい、歌詞いいですよね、めちゃくちゃいいですよね、どの曲も。はい、ケツメイシさんのね、はい、曲本当にたくさんいい曲ありますよね、はい、うん、ぜひ聴いてくださいね。はい、うん、はい、ではお聞きください。ケツメイシで Life is Beautiful。 ケツメイシで Life is Beautiful お届けいたしました。それでは最後の質問です。今後の夢についてお願いいたします。はい、お店を大きくするのはもちろんなんですけど、はい、その他にちょっと私自身が離婚してて、今シングルコミュニティを立ち上げてて、はい、このシングルってなんか例えば簡単に離婚の話って周りにできないので、そういった相談ができたりとか、あとは一人親の方たちと一緒に集まってなんかイベントをしたりだったりとかっていうので、はい、このコミュニティに力を入れていきたいなっていうのと、あと私が主催してるイベントがまた今週末にあるのと、あとゴールデンウィークにも宜野湾の沖縄コンベンションセンターで計画してるので、うん、このイベントにもちょっと力を入れていきたいなと思っております。なるほど、はい、どん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 、はい、お店も大きくしつつ、はい、他にもでまた他にも、はい、こういうのを大きくしていきたいっていうのが今後の夢。はい、そうです、 ですね。あ、はい、なるほど、なんかいろいろなことをなさってますね、はい、もうすごいですね楽しくて、はい、ね、なるほど、うん、で、なんかイベント今ちらっと出たんですけど、はい、ゴールデンウィーク5月、5月の3日、うん、火曜日、祝日のゴールデンウィークの火曜日に、はい、この大きなコンベンションセンターで、あと、はい、大人から子供まで楽しめるような大きなイベントを企画してて、はい、ハンドメイド商品だったり、あとはこういう雑貨屋さんとかを集結して、はい、あとはキッチンカーも20台近く、うんうん、来ます。はい、
であとはエーサーだったりダンスだったりっていうそういうステージも設けて、はい、かなり大きなあそうなんですこのもともとイベントはずっとしたいっていうのがあったんですけど、はい、コロナのことがあったので、うん、3年ぐらいずっと温めてたっていうか、はい、静かに待ってた感じで、うんうんうんで今だなと思ってやっぱ今だからこそ必要じゃないかなと思って、うん、この五感をくすぐるようなイベントを計画しております。はいはい、なるほど楽しそう、はい、あーなんか僕たちも出演したいな、ぜひお願いします。なんかそういうイベントがあったらぜひ呼んでくださいね。ぜひお願いします。はい、もう歌いに行きますので、はい、僕たちもお願いします。いやぜひこういうねイベントもだんだん増えてきてほしいですよね。はい、はい、そうなんです。もう今コロナ禍なのでね、うん、本当になかなかこのスタートするきっかけっていうのは難しいと思うんですけども、でもね、はい、これをね負けずに、はい、僕たちもね皆さん本当に頑張っていきましょう。はい、うん、本当に素敵な5月、はい、皆さんコンベンション、はい、よろしくお願いします。はい、直近が明日、はい、明日は他の方が主催してて、はい、ウルマルシェの方で、ウルマルシェ、はい、ルマルシェ、はい、ファミリーママフェスタっていうのに出るんですけど、うん、で、はい、4月の2日と4月の3日の土日を中城公園で初めての主催でハッピチュラマルシェっていうのを雑貨屋さんだったりハンドメイド作家さんあとはキッチンカーを集結したイベントを今週末にも控えております。中城公園でです。中城公園、はい、皆さん ぜひ、ね、チェックしていただいてお願いします。はい、皆さん、ね、立ち寄っていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。楽しそうだね。はい、だんだん増えてくると嬉しい。はい、あとですね、はい、冒頭の方でお店の中身のお話しかちょっとしてないので、はい、このマカナさんの場所、はい、あそうそうそう、大体ここら辺ですよと、はい、高速の西原インターの方から降りて、はい、5分以内のところにあるんですけど、うん、西原インターを降りて普天間向けに走る、右に曲がって普天間向けに走って、はい、しばらく走ると、はい、歩道橋が見えてくるんですね。はい、でその歩道橋が、ガネコ南交差点になってるので、はい、そちらを左に曲がっていただいて、はい、でまたすぐ左折、うん、でそれすると本当にもう住宅街になるんですよ。はい、そこをずっと走ってたら右手の方にあります。ちょっと中道入ってきますね。めちゃくちゃ中道で抜き道の方にあります。うん、はい、もう周り住宅しかなくて、うんうんうん、はい、大通りではなくてすごいちょっと道が小さいんですけど、はい、お気をつけてお越しください。完全にこれ今の説明は地元の方しかわからない。絶対そうです。難しいので住所の方で住所の方で宜野湾市のガネコ 4-13-12 のアパートの1階になっております。はい、はい、看板出ておりますので皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではもう本日もちょっとお時間が来てしまったので、はい、締めたいと思いますけども、はい、本日も誠にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。おむつケーキ&雑貨の店マカナのオーナー宮城静香さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。宮城静香さん、はい、とっても素敵な方でございました。そうでしたね。うん、いいね、やっぱりこのなんでこのなんで出産祝い、うん、でおむつのさ、紙おむつのケーキっていうの、それ素敵じゃない？見たことある？あるよ。っていうのも昔いとこの、うん、子供に渡したことがある。ちょっとちっちゃかったんだけどあの時、うん、でも今結構大きい、うん、大きなサイズもあって、これがね結構嬉しいんだよね、うん、もらってる方ってやっぱり紙おむつっていうかこういうパンパスっていうの、うん、紙おむつはすぐなくなっちゃうから、うん、でしかもね結構値段もするのよ、うん、紙おむつって。だからね、あれはもらったらね、嬉しいのよね、うん、あれがね、こうケーキのようにこう綺麗に飾られてたらとても嬉しいよね。自分も一回ある。あ、あるプレゼントしたと。あ、ほんと。まあでかい。もうまあでかい。そうよね、そう。でも嬉しいよね、あれはもらった人はね。けど一瞬でなくなった。そうそうそう、すぐなくなっちゃう。うん、
いやあれはねもらった方は嬉しいと思いますよ。いや本当にね宮城静香さん本当にありがとうございました。もう本当にもう活躍されてほしいですね。うん、うん、またイベントもたくさん参加されるということで、参加もそうだし、そう自分感もね、うん、やってますので、すごい皆さんねぜひイベントにも参加していただけたらと思います。ありがとうございました。さあということで、そろそろお時間となりましたけど、はい、今ワンセブンライブのコメントでですね、うんうん、生歌はいつかなと。あー生歌ですね、やりましょう、ラジオでやりましょう。これもね僕たちのそうですね宿題です、うん、今後ちょっとね三振と一部一円持ってきて歌を配信やりましょう。そうですね、うん、まあ次の収録ではどうなるか分かりませんが、うん、それも考えてね、これからちょっと計画を立てていきたいと思います。そうですね、うん、我々も日々、うん、勉強ということで、今日はやっと、うん、来週のテーマを事前に報告ができたということでごめんなさいね本当に急遽昨日でお電話を出してしまって申し訳ございません。いやでもありがとうございました、たくさんの今日メッセージいただいて本当にありがとうございます。さあそれでは本日はこれにてね結びとさせていただきたいと思います。ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャーミラさん、お相手はダブルフェイスのエイちゃんとマーサーでした。また来週お会いしましょう。またやーさー。